始まりました、ハラベルチャンネルです。イエーイ。美容師家の笹間です。美容師家のりなです。今回の企画はじゃん、ちょっと袋忘れちゃったんですけどファストファッションブランドの GU さんで1万円分買って何コーデ組めるか検証してみた。はい。普段 GU とか使う？結構使う、意外と。結構安くてファッションの駆け出しの時とか、めっちゃおしゃれだったりしたり。しかもなんか数が多いからなんかあんま被んないし、めっちゃ使いやすい。この揃える時も便利じゃん。めっちゃ便利。このようなお店ですが1万円企画やっていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。それでは僕から購入品紹介をしていきたいと思います。はい、お願いします。1つ目です。こちらのニットベストになります。めっちゃ可愛い。はい、こちらはシンプルでかつ実用性の高いニットベストなんですけど、高校生とかがよくニットとかを制服の上に着たりすると思うんですけど、その時にとか使いやすいんじゃないかなと思います。これが1690円ですね。安っ。まあ、着回しがしやすい一品じゃないですかね。2つ目、はい、お願いします。これがですね、レディースの商品なんですけど、緑のスラックス、こちらです。めっちゃ可愛い。緑だね、全部。色が統一されるから、おしゃれに見えるとかあって、でこの緑のスラックスは、まあ、レディースなんだけど、男子ももう着れる時代かなと思って。どういう時代？購入しました。この足の真ん中にセンタープレスってものが入ってて、めっちゃ大事だよね、足長、そう、足長効果とか、スタイルアップが期待される商品でございます。はい、最高。ぜひお買い求めを。確かに同系色はやっぱりおしゃれに見えるよね。うん、あでこのシャツ買ったんですけど、これはまあシンプルに白いシャツです。メンズ用の M サイズ、普段から使い勝手がいいなと思って、きれいめコーデとかするときに。これいくらですか？これは2490円。生地しっかりしてるね、めっちゃ。あ、そうだね、確かに。普段買う白いシャツとか肩が落ちてるやつがあるじゃん。うんうん、そういうのがあるから結構買ったりする。そういうデザインね。そう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 、確かに一つ一つ違っていいよね。めっちゃいい、デザイン違うと。あ、じゃあ最後の、はい、最後ですね。コートを買ったんですけど、1万円以内でコートも買えたの？コートも買いました。すごい。これ実はモッツコートって言って、ね、3000円です。でもこれで3000円って安くない？めちゃくちゃ安いです。超安いよね。しかも中身がこう開けたら二重になってて、であったかいんですね。しかもこれ実は取り外しできて、春先とかにも使えるコーデになります。でこれもまた緑ってことで、緑、あ、揃えてるね。色が統一されてるので綺麗にコーデが組めると思います。めっちゃいい。3000円なんだよね、セールで。え、セール？セール。 GU は多分たまにセールとかがあって、うん、新しい新作発売された時に前のシーズンのやつがもう1000円とか590円とかで、やばいよね、売られたり。めっちゃ買い時だよね、それ。 そのアイテムとかは狙い時かなって思います。あ、続いて次のアイテムになります。はい、1万円コーデで数円余ったので靴下を3つ買いました。3つも買えたの？3つも買いました。やば。高校生におすすめしたいのがシンプルで少し長い靴下を買っといてほしいと思います。なんでですか、それは？ズボンとか少しめくれた時に、やっぱ黒だとまあシンプルでいいんだけど、そのこういう差し色になるちょっと少し派手な色とかを使っておくとおしゃれだなって思われる場面が、ちょっと見えた時にね。そうそうそう、そこまで気使って、そう、気使える男子でモテます。モテます、これ履けば。だからあのおすすめします。美容学生からのおすすめです。この3点でした。僕の番は以上になります。はい、それでは次は私が紹介していきたいと思います。こちらなんですけど、シャツワンピになってまして、お、色がいい。こちらです。2990円になってます。安い。すごい丈がポイントで、すごい長くてなんか足とか隠したいなって子はすごいおすすめで、他にも白とか黒とかいろんな色あるんで、もしこの色じゃないのがいいなって人は他の色もあるんで、めっちゃおすすめです。であとこちらにスカートみたいな中に履けるのもちゃんとついてくるんで、めっちゃおすすめ。ワンピースとかって1枚で着たりするんですか？そうそう、1枚で着たりもできるし、まあ、ここからいろいろ着回していくのを見せるので、はい、やっていきます。次いきます。次はこちらの付け襟です。付け襟、付け襟は990円なんと。あ、990円しないんですよ。さっきのワンピースにもつけちゃったりしていいよね。確かに、なんか可愛い系の女子とかがそうここにつけてたり、ね、そう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 、絶対好きな子いる、こういうの。そしたら次いきます。はい、じゃーん、スウェットです。スウェット、スウェットは1990円です。安い。
めっちゃ安いんですよ。めちゃくちゃ安い。しかもポイントあるんですよ、本当に。この肩が落ちてると可愛いんです、女の子って。あ、ここか。そう、もう絶対これ買った方がいい。これもう何にでも合わせられるし、可愛くない？あの古着女子って感じ。そう、こういうやつ。ここにね、ワンポイントのそう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 、もうちょっと入ってるといいよね。なんか着やすそう。めっちゃいいと思って買いました。めっちゃこれも可愛いんです、本当に。可愛いしか言ってないけど可愛い。ジャンパードレスです。ジャンパードレスっていうやつです。なんかニットみたいななってて、やっぱ今日はちょっと足隠していこうかなコーデなんで、長くして。でもなんかすごい、生地触ってみて、めっちゃ良くない？本当だ。そう、GU なんだね。そう、これで GU なんですよ、本当にすごくて。で、色も合わせて、これさっきのスウェットの上に着ようかなって思ってるんですけど、なんかパツパツになりすぎない感じでいい感じに着れるので、後でお楽しみにしててください。はい、次、さっき靴下買ってたと思うんですけど、うん、私もこの靴下を買いました。リボンだ。そう、290円です。うんうん、めっちゃ可愛くない？で、さっきのこちらのやつに色合わせてこの色を選びました。可愛いです、めっちゃ。やっぱ色合うと統一感出る。そう、2人ともちょっと色揃えちゃってみたいな。そうだね、統一感出てちょっとおしゃれに見えるね。そうです。え、で、まだあるんですよ。私もまだあります。買い物上手だね。こちら、メガネです。メガネ最近なんか流行ってません？メガネ女子。990円、襟と一緒で1000円しません。安いね。そう、うん、なんかこの色だったらちょっと金っぽくない？うんうん、わかるわかる。そう、いろいろ売ってたんですけど、今回はゴールド選びました。めっちゃ可愛い。以上になります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは今からこの紹介した服たちに着替えていきたいと思います。楽しみにしててください。はい、はい、はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。はい、着替えてきました。イエーイ。じゃあポイント説明は、じゃあ僕からいきます。はい、はい、まずこのモッツコートを着てみたんですけど、モッツコート、この縦のラインですね、はい、スラックスと、まあ、革靴も含めて綺麗めのコーデで、ここに紐があるんですけど、うん、この後ろ側に結ぶとスタイルよく見える。幅がここだけ狭まって、うん、で腰の位置がなんか上がったように見えて、超可愛いね、それ。スタイルアップに見えるんですね。めっちゃ可愛くない？ちょっとおしゃれに見えるっていうのがこのアイテムのポイントです。で、この同系色の、うん、まあ、茶色と緑を同時に組むと、うん、まあ、その縦のラインが強くなるの で、またスタイルアップの効果が期待できるんじゃないかな、はい、と思いま す。こちらのコートを脱ぐと、その中にインナーコートがあって、うん、このように、すごい、こんな初めて見た。また別のコートがセットになってるんですね。これで3000円でめちゃくちゃ安いんだけど、めっちゃすごい。これちょっと 俺的にはちょっとちっちゃい、S サイズしかなくて、でサイズはちっちゃいんだけど、うん、もうちょっと M とか L とかあれば着回しやすいんじゃないかなと思います、うん、じゃあ次、はい、私です。リナの番。こんな感じ。いいね、これ可愛くない？なんか襟もつけて、うん、メガネもつけました。めっちゃ春。こんな感じ、春だよね、うん、そうなんですよ。今日たまたまこの靴が GU で買ってて、うん、1万円には入ってないけど、すごい合ってるなと思って選んだら、たまたま GU で、やばーみたいな。じゃあ全身 GU コーデなんだ。そう、全身 GU。 靴下も可愛いですよね。あ、本当だ、リボン。そう、リボン。いいね。で、私も今付け襟つけてるんですけど、シンプルに着たいよって人は全然これを外しても大丈夫です。ワントーンコーデの、そう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 。今年のトレンドカラーは緑ですね。はい、じゃあ次また着替えてきます。はい、バイバーイ。行ってきます。はい、また着替えてきました。着ました。イエーイ。はい、僕のコーデは韓国系をイメージして、うん、でまた今回もまたですね、縦に綺麗になるように縦大事、綺麗めコーデですね、シンプルに。めっちゃいい。このコーデは本当に誰でも真似しやすいんじゃないかなと思います。こうシャツが本当にいいです、これ。なんか高見えします、めっちゃ、うん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 、すごい生地がしっかりしてるから。確かに、これめっちゃいいわ。スラックスが、うん、これ多分黒だと制服になっちゃうんで、うん、緑が大事。そう、そう、緑で綺麗めに合わせるといいかなと思います、うん、合格合格合格はい、じゃあ次私、はい、さっきのトレーナーを上に着て、で、あと髪の毛をなんかアップした方がこの格好に合うかなと思ったんで、うん、アップしてみました。めっちゃいい。いいですか？アップしてた方がね、合ってる、これに。女の子っぽい。そう、これめっちゃいい。ここが落ちてるとなんか
いいねみたいな、こう飲み物とか持ってても可愛いねみたいな。あれだね、可愛い系女子だね。そう、可愛い系女子好きでしょ絶対。可愛い系女子大好きです。大好きですよね、はい、大好きいただきましたんでぜひ来てください。じゃあまだあるよね。まだある、そうだね、まだあるよね、まだある、はい、はい、まだあるんで着替えていきたいと思います。はい、バイバーイ。バイバーイ。はい、着替えてきました。着替えた。はい、じゃあまず僕から。はい、どうぞ。これはザ・シンプルです。白いシャツにスラックスで綺麗めなコーデなんですけど、うん、これは多分あの真似できない人はいないんじゃないかなと思います、うん、めっちゃいい。そうですね、で腕まくりするとこなれ感っていうんですかね、モテる男子の腕まくりが。普通にさ高校生でさ、うん、制服いつも着て学校行ってるじゃん、うん、で休日遊ぶってなってさこれ着てきたらさ結構高くない？確かにね、ポイントめっちゃいい。そう、頑張ってない感が、そうあのまたプラスポイントになるんじゃないかなって思います。変にガチャガチャしてないし。そうだよね、うん、いい。ありがとう。おすすめなのが、うん、あのやっぱ革靴買うことが一番いいかなって思います。革靴がいいね。ありがとう、うん、いい、まとまってる。はい、じゃあ続きこれです。このさっき紹介したこの上を上から羽織りました、うん、いいね。どうですか、なんかまとまってる感じで、うんうんうん、はい、でもなんかこの中のスウェット脱いでこのワンピースだけとこの上のやつを着ても絶対可愛いんで、なんかスウェットはいいかなって人はこの上と中のワンピースだけ買って着てみてもめっちゃ可愛いと思います。すごいね、GU って合わせやすいの。そう、合わせやすい。で、なんか GU の店員さんにおしゃリスタっていう名札がある店員さんがいるんですよ。その人になんかこれってどう着こなしたらいいですかとか聞くとめっちゃ親切に教えてくれるんで、うんうん、すごい助かりました。俺初めて聞いたそれ。そうそう、めっちゃいいよ、うん、名札あるからなんだっけ、みんな探してみて。スタイリストだっけ、なんだっけ、おしゃリス、おしゃリスタ、おしゃリスタみたいな、探してみてください。はい、僕たちのコーデは以上になります。いや、私もう一個あるんだよね、実は。もう一個あるの。はい、おら、もう一個、はい、さっきちょっと言っちゃったけどできるんで、もう一回お楽しみにしててください。買い物上手です。はい、では次の洋服へ行ってきます。行ってきます、バイバイ。はい、着替えてきました。はい、僕も羽織ってきました。イエーイ。はい、なんかさっきのスウェットを脱いでこの中のワンピースとこれ、うん、着てちょっとなんかシンプル、合わせ方なんか厚ぼったくない感じにしてみました。いい、すっきりしたよね。うん、すっきりした、シンプルで。なんかこれ開けても可愛いんですよ。今閉めちゃってるんですけど、うん、開けてもこんな感じで。あ、本当だ。そう、確かにね、まあ、ひらひらみたいな、なんか綺麗だ。そう、これでも着れるし、もう本当に何パターンもできるんですよ、本当に1万円で。あ、もう1万円持って自由行った方がいいです、皆さん。おしゃれがまだあんま分からない高校生は、うん、あのおしゃれ下に聞いて、おしゃれ下に聞いてで1万円持って行ったらおしゃれになれるんじゃないかなって思います、うん、はい、いい感じ。めっちゃテンション上がるんだけど、めっちゃテンション上がんね。うん、え、ちょっと歩きたい、歩こう、歩こう、めっちゃいい、イエーイ。はい、いかがでしたでしょうか。この動画のコーデがいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。みんな自由行ってね。バイバーイ。バイバーイ。